第2代ギルフォード伯爵フレデリック・ノースは、イギリスの政治家、貴族。1754年に、トーリー党の庶民議員に初当選して、政界入り。財務大臣や内務大臣など多くの閣僚を、経験した後、1770年から1782年まで、首相を務めたが、在任期間の後半は、アメリカ独立戦争への対応に追われた。 同戦争の戦況が悪化すると議会での支持を失い、辞職に追い込まれた。父が、ギルフォード伯爵位に除せられた1752年から、自身が爵位を継承する1790年まで、ギルフォード伯爵家の法廷推定相続人として、ノース教の儀礼称号で称された。首相在任時はこの儀礼称号で称されていた。初代ギルフォード伯爵、 フランシス・ノースと一人目の妻、ルーシー・モンタギューの息子として、1732年4月13日に、メイフェアのアルベマール・ストリートで生まれ、ロンドンで洗礼を受けた。洗礼式では、王大使フレデリック・ルイスが名親を務めた。1742年から1748年まで、イートン・カレッジで教育を受けた後、1749年10月12日に、 オックスフォード大学トリニティカレッジに入学1750年3月21日に MA の学位を授与された。卒業後は親族にあたる第二代ダートマス伯爵ウィリアムレックと共にグランドツアーに出て1751年から1754年まで大陸ヨーロッパを旅した。青年期はジョージ王子にそっくりでジョージ王子の父フレデリック・ルイス王太子が 初代ギルフォード伯爵に私たちの妻のうち誰かが裏切ったに違いないと述べたという。1769年にケンブリッジ大学から LLD の名誉学位を授与され、1772年にオックスフォード大学総長に選出されると、1772年10月10日にオックスフォード大学から DCL の名誉学位を授与された。ノース教の肖像が、 ポンペオバトウニカ七1753年。1754年イギリス総選挙でわずか22歳にして、父がカレーを務めるバンベリーの選挙区から出馬して、庶民議員に当選した。議員就任時点で、母方のおじにあたる、第二代ハリファックス伯爵、ジョージ・モンタギューイコール・ダンクが、初代入荷する公爵、トマス・ペラムイコール・ホールズ内閣で、 第一商務卿を、親友ダートマス伯爵のおじヘンリー・ビルレックが、財務大臣を務めているなど人脈が広く、1757年12月1日の、諸女演説も成功を収めたため、翌1758年には、大ピットから外国派遣の官職への就任を打診された。この時は本国に泊まりたいことを理由に辞退したが、1759年に、 入滑する公爵により、下級大倉教に任命され、続く、ビュート伯爵内閣とジョージ・グレンビル内閣でも、留任した。歴史学者、ジョン・ブルックによれば、この時点のノース教には、党派性が薄く、また大倉教委員会に6年間在任したにも、かかわらず、あまり有名にならなかったことから、1765年に、グレンビル内閣が崩壊した時点では、 ノース教が5年後には首相に就任すると予想した人は少なかったという。また、歴史学者 PDG トマスによれば、議会戦術が上手なノース教が大倉教委員会で財務に関する知識を積み上げたことで後年に成功を収めることができたという。ノース教はジョージ・グレンビルの辞任とともに下級大倉卿を退任、飲酒法廃止にも反対票を投じたが、 野党の一員としてグレンビルと連携せず、また、グレンビルの公認である、第2代ロッキンガム公爵、チャールズ・ワトソン・ウェントワースからの官職就任の打診にも辞退した。しかし、議会でロッキンガム公爵の対米優和政策を批判するなど、庶民院で弁論の最下を示したこともあり、1766年7月に、第一大倉卿の 第三代グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイにより、陸軍支払長官の一人に任命され、同年12月10日には、数密顧問官に任命された。1767年3月に、財務大臣就任を、チャタム伯爵とグラフトン公爵から打診されたが辞退し、同年9月4日に、財務大臣、チャールズ・タウンゼンドが死去すると9月9日に再び、グラフトン公爵から、 就任打診を受けるも再度辞退した。二度目の辞退では、父の病気を理由としたが、父と相談した後9月10日に就任を決意した。歴史学者、P.D.G. トマスによると、タウンゼンドとジョージ・グレンビルは1767年9月までに、ノースの首相就任を予想したという。1768年1月にベッドフォード派の入閣により、 ヘンリー・シーモア・コンマエが庶民院院内総務の座を退くと、ノース卿がその公認となった。ジョン・ウィルクスの庶民院議員当選をめぐり、国王ジョージ三世と庶民院多数派の支持を受けて1769年2月17日に、ウィルクスの議会追放を、同年4月15日に対立候補ヘンリー・ラットレルの当選を可決させた。この論争においては、ウィルクスの当選無効と、 補欠選挙での当選が繰り返されたが、採決の度に与党側の得票数が減っていたことに、ノース教が落胆して、一時辞任を考えるほどになった。ジョージ3世は、ノース教を称えて、彼を遺留したが、このノース教が辞任を求め、ジョージ3世が遺留するというシーンは、以降何度も繰り返されたという。1769年3月に、 ノース卿が自身の政治経歴を解雇したとき、人気取りの政策に支持したことはなかったと主張し、その例として1763年サイダー税法案と1765年イン司法への支持、ウィルクスと1769年ヌルムテンプス法への反対を挙げた。また1769年5月には、タウンゼンド諸法における茶への課税の維持を支持、閣議で可決させた。 この決定は、庶民委員でも1770年3月5日に賛成204票、反対142票で可決されたが、英国人明治典ではこれにより対米戦争が不可避になったとしている。スコブル不人気だった内閣がジュニアスからの攻撃などを受けて、1770年1月にグラフトン公爵が辞任すると、 ノース教は組閣の対面を受けて1770年3月に首相に就任以降12年間首相を務めた。ノース教は首相に就任した時点では味方がほとんどおらず主要党派であるチャタム伯爵派、ロッキンガム公爵派、グレンビル派がすべて野党に回っているという孤立した情勢だったがチャタム伯爵派とロッキンガム公爵派が連携を取れているとは言えず、 グレンビル派は1770年11月に、グレンビルが死去すると主導権が第12代サフォーク伯爵ヘンリー・ハワードに移り、ノース教に味方するようになった。フォークランド危機1770年6月、スペイン艦隊がフォークランド諸島のポートエグモントで、ジョージ・ファーマー率いるイギリス中流軍を降伏させた。これにより、フォークランド危機が勃発、スペインは、 フランス王国のショワズール公爵から助けを借りようとしたがショワズールが失脚したため失敗に終わり最終的にはイギリスとの交渉でフォークランド諸島を返還戦争を回避したノース卿は1770年11月と1771年2月の2度に渡って庶民院でフランス王国とスペイン王国との交渉を擁護した一方内閣改造を断行して 閣内不一致を解消、かねてより任命しようとしていた第四大サンドウィッチ、伯爵ジョン・モンターに海軍大臣の座を与え、親友のダートマス伯爵にはアメリカ担当国務大臣の座を与えた。内政1772年と1773年に提出された国境基地者への関与法案については、庶民院での可決を阻止せず、法案否決による世論からの像を 貴族院に押し付けたまたまアイルランドではパトロネージを振りかざしてアイルランド総督が必要とするアイルランド議会における多数を確保した。1億4000万ポンドに膨れ上がった国債への対処として国営宝くじを活用して1775年には議会に対し1000万ポンドの減債に成功したと報告したがアメリカ独立戦争によりこの成果が に返し、以降1782年までに国債の金額が7500万ポンドも増えてしまった。利子の負担も増えたため、新しい税金を徴収する必要が出てきたが、ノース教は大倉教としての経験から特定の目的に当てがわれた税金では効率が悪いと感じ、1780年に公会系の調査委員会を設立した。 この委員会が発見した問題は、ノース教の首相在人気には解決できなかったが、後に、ショーピットが改革を引き継いだ。アメリカ独立戦争国の修繕やノースと、その同盟者を国という鍋の無能な修繕屋として、ギガ化した風刺が、ジョージ3世は、後方で大喜びして叫んでいる。ジェームズ・ギルレーが、ノース政権の大半は、 アメリカ植民地との問題に集中した。1773年12月のボストン茶会事件の後、ノース教は1774年3月にボストン広報とマサチューセッツ統治法を提出して、両方とも大差で可決させた。一方で1775年2月20日に国王と議会の同意に基づき、植民地が自らに税金を課している場合、議会は、 植民地にさらなる課税を行うことができない決議案を可決させたが、米州植民地への情報としては押すときに死しており、4月には歴ントンコンコードの戦いでアメリカ独立戦争が勃発した。ノースはジョージ・ジャーメイン卿をアメリカ植民地担当国務大臣に任じて、彼に戦争の全体戦略を練らせた。フランスなどの外国勢力が介入してくる恐れ、 また財政悪化からイギリスは短期決戦を施行した。しかし1777年10月にサラトガの戦いで孤立していたジョン・バーゴイン将軍が降伏したことで短期決戦論は破綻した。12月にバーゴイン降伏な方が本国に伝わるとイギリス政界は大きな衝撃を受けた。また1778年2月になると アメリカとフランスが同盟を結び、その噂がイギリスにも伝わった。危機感を持ったノースと議会は、アメリカとの和解を考えるようになり、1778年2月には、和平団をアメリカに送ることが議会で可決された。その決議に基づいて、同年6月に、第5代、カーライル伯爵フレデリック・ハワードを団長とする、カーライル和平使節団がアメリカに到着し、 本国の課税権を放棄するという内容の交渉を行ったが、フランスの味方を得たアメリカにとっては、今更な内容であり、和平案は拒絶された。カーライル使節団は、何の成果もないまま帰国してきた。1778年6月には、アメリカと同盟するフランスと戦争状態に突入した。フランス参戦により戦争は7年戦争の、 再来という意味も合わせ持つようになり、戦闘は北アメリカ大陸から西インド諸島、西アフリカ、インドに拡大していった。しかし、王立海軍の規模は軍縮で7年戦争の頃より縮小していたので、各地で苦戦を強いられた。野党は海軍大臣サンドウィッチ伯爵の海軍力維持のおこたりについて批判を強めた。同時期アメリカでは、 ヘンリー・クリントン将軍率いるイギリス軍がフィラデルフィア撤退を余儀なくされ、ジョージなサバンナを占領して支持が期待できる南部、アメリカに主戦場を移した。南部では1780年に至るまでイギリス軍が優位を保ち続け、1780年8月にはコーンウォリス伯爵、チャールズ・コーンウォリス率いる英軍がキャムデンの戦いに勝利している。 しかし国際的状況はイギリスにますます不利になっていた。1779年6月にはスペインがフランスの同盟国として参戦し、英領ジブラルタルに対する包囲攻撃を開始した。さらには1780年にマイソウル王国やオランダが参入し、戦闘は南インドと南アフリカケープ植民地にも拡大。ロシアも武装中立を宣言し、 中立とは名ばかりの繁栄的姿勢を取った。さらにロシアは同年中にデンマークやスウェーデンとともに武装中立同盟を結成し、後にはオーストリアやプロイセン王国、ポルトガル王国もこの同盟に加わった。こうしてイギリスは同盟国が一つもないままに4、大陸で地球規模の戦争をすることになった。 辞任国内議会においては1780年後期からノース内閣の立場は若干回復していた。アメリカ南部での選挙区が比較的安定していたためだった。しかし1781年夏になると南部の選挙もイギリスの劣勢が目立ち始めた。コーンボリス伯爵はヨークタウンへ撤退したがニューヨークから派遣されたイギリス艦隊は フランス艦隊に阻まれて現地に到着できず、ヨークタウンで孤立したコーンウォリス伯爵は1781年10月19日に降伏した。これは独立戦争のイギリスの敗戦を決定づけた。コーンウォリス伯降伏の法は1781年11月下旬にイギリス本国に伝わり、本国政界はすさまじい衝撃を受けた。これはノース内閣にとって 致命的打撃となった。野党の批判が高まったのは、もちろんのこと、政権内部も分裂し、まず1782年2月にジャーマインが辞職に追い込まれた。しかし、野党の政府批判の機運は、もはやこれだけでは、収められなかった。同年2月22日にはアメリカでの戦争終結を求める動議が提出された。 同同義は234対215で否決されたが、同月27日には同じような内容の同義が再度提出されて、今度は234対215で可決された。さらに3月8日と3月15日には、ノース内閣不信任案が提出された。どちらも僅差で否決されているものの、もはや庶民院におけるノースの求心力はなくなったことは明白だった。 ノースは3月20日をもって首相職を辞した。ノース教の辞職後、第2次ロッキンガム公爵内閣が成立したが、同年7月にロッキンガム公は死去。国王ジョージ三世紀の人選によって、シェルバーン伯爵内閣が成立したが、チャールズ・ジェームズ・フォックス派はそれに反発してゲイヤした。チャールズ・ジェームズ・フォックス。ジョシュア・レノルズが、1782年。 首相退任時ノースは未だ49歳だったので、政界からの引退は考えてはいなかった。庶民院内には未だ彼を支持する保守派議員が数多くいた。1782年秋の庶民院勢力図は、シェルバーン伯爵派140議席、ノース教派120議席、フォックスポートランド派90議席、独立系、挙手不明2 0議席となっていた。 ノースに再起の野望があることが判明すると、シェルバーン派もフォックス派も彼への接近を図り、フォックス派では初代ラフバラ男爵、アレクサンダー・ウェッター・バーンやウィリアム・イーデンが、シェルバーン派ではジョン・ロビンソンやチャールズ・ジェンキンソンがノースを味方に引き入れようとした。ノースは選べる立場にあり、1782年中には、ノース教の躊躇、疑惑、優柔不断が勝ち。 1782年12月にフォックスがアメリカの独立承認同義を提出した時は同義に反対した。1783年に入った頃には妻や長男が支持したこともあって急進派のフォックスとの同盟に傾いていた。そして同年2月14日のノースとフォックスの会談によって両者の連合が確認された。 正反対と見られていた両派の連携は世間を驚かせた。その背景は第一にはノースの権力欲、加えてノースがアメリカ独立戦争敗戦の失勢の断崖から逃れたがっていたことがある。世間向けの大義名分として政府の講和条約反対はあったこともある。この両派の連携で1783年2月19日と21日の議会で シェルバーン白爵内閣の講和条約案非難決議が可決され、シェルバーン白内閣は総辞職に追い込まれた。国王ジョージ3世は、ショーピットに組閣を拒否されると、渋ぶ第三代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクを名目上の首相とするフォックス・ノース連合に組閣の対面を与えた。ノース卿は、同内閣に内務大臣として入閣した。 しかし、歴史学者、ジョン・ブルックによれば、ノース教自身は入閣ではなく貴族院遺跡を望み、連立内閣は、実質的にはホックスを指導者とした。連立内閣の政策のうち、重要と言えるのは、ホックスの東インド法案だけであり、庶民院では、大差で可決されたが、貴族院では、第三代、テンプル伯爵ジョージ・ニュージェント・テンプル・グレンウィルの、 脅しにより1783年12月17日に賛成76票、反対95票で否決され、ジョージ賛成は翌日に連立内閣を罷免した。ノース教は病気のため東インド法案の審議には関与していなかったが、そのとばっちりを受けて1784年、イギリス総選挙でノース教派のほとんどが議席を失い、過労死で残留したものも、 ホックス派に吸収された。英国人明治件によれば、ノース教派の庶民議員は1788年までに17人に減ったという。連立内閣は人事任命では成功しており、1783年9月にホックスから第4代マンチェスター公爵、ジョージ・モンタ牛に宛てた手紙によれば、閣内不一致は全くなかったという。しかし世論では、スコブルフ人気であり、 ノース教の指名選挙区だったバンベリーですら1784年2月に西願を出して国王ジョージ賛成に連立内閣の罷免について感謝を述べた。再度のゲイヤから死去まで野党の一員として第一次ショーピット内閣を批判したほか1785年5月にグレートブリテン王国とアイルランド王国の合同を強く支持1787年3月に ウォーレン・ヘイスティングズの弾劾を支持同1787年と1789年に審査法廃止に反対した。1790年イギリス総選挙で再選を果たしたが、その時点ではすでに過去の人物とされた。1787年初より視力が悪化しており、1788年から1789年に、 かけての折衝法案をめぐる弁論ではすでに全盲になっていたにもかかわらず議論に参加した。1790年8月4日に父が死去するとギルフォード伯爵院を継承、同年11月25日に貴族院に初登院した。ギルフォード伯爵としての初演説は1791年4月1日に行われ、内容は ショーピットの対ロシア政策を批判するものだった。この初演説を含み、ギルフォード伯爵は死去まで貴族院で4度演説した。1792年8月5日に、グロブナスクエアの自宅で死去、16日にオックスフォードシャアのロクストンで埋葬された。長男ジョージ・オーガスタスが爵位を継承した。死の床で家族に対し、政治障害に関して自身がしたことには、 多くの誤りがあったが、どの行動においても悔いがなかったことに満足していると述べた。後世からアメリカを失った首相と認知されており、それを代名とする書籍が複数出版された。この失敗により、ノース教以降で最悪の首相が首相批判の文句として頻繁に使用されるほどだった。オックスフォード英国人名辞典によると、伝統的なホイッ士官では、 ノース教が飾りの首相でジョージ賛成による王権回復を許してしまったように描かれたが、現代の歴史学ではロバート・ウォルポールやヘンリー・ペラムのように政府の長として庶民院で答弁を行う財政に精通している人物として評価されるようになり、アメリカ関連以外ではおおむね成功を収めたとされる。エドワード・ギボンはローマ帝国水防士、 第4巻の序文で、ノース内閣を長く嵐の家中にある不運な政権と評した一方、ノース自身への評価としては、性的が多かったものの、個人的な旧敵は解無と述べた。エドマンドバークは、ノース教を多才、ウィットに富む、人を喜ばせる気象と称賛しつつ、時世が必要とした指導力と警戒心にくとも評した。この性格は、 パトロネージを求める人への返答にも現れ、1772年2月25日付のロンドン勇敢では、要求された引き立てに応えられない場合でも、せめて上機嫌にして帰らせようとすることは首相に、とってのエチケットである。これは、定身の間ではよく知られていることだが、彼は田舎でのジェントルマンに対してはきちんと、ただ頷いただけ。 手を握っただけで確実な約束を交わさなかった場合は、常にいいえを意味すると説明して、笑いを誘ったと報じられた。また、1770年の議会弁論で、ジョージ・グレンビルが国家予算について演説しているとき、ノース教は居眠りしてしまったが、グレンビルがちょうど1689年という言葉を喋っていたときに目が覚ましたため、 起こすのが100年近く早すぎたと抗議して、議場を洗いで満たしたという。家族との関係が良く、ノース教の視力が悪化していた1787年10月に、ホレス・ウォルポールが、ノース教一家を訪れた時、ノース教は、往年と同じぐらいに元気であり、レディノースと子供たちの絶え間ない気配りは、感動的だった。視力の喪失が保証できるものであれば、それはこれほど、 愛情の深い家族を持って行われるものだろう。と述べた。息子たちが感触を与えられ、イボテブラウンローがウィンチェスター主教に任命されるなど多くの報奨を与えられたが、1777年時点の領地からの年収は2500ポンド程度であり、当時としては大地主というわけではなかった。そのため、1777年9月にジョージ3世から、 借金返済に充てるための2万ポンドを与えられ、1778年6月には、ご校長官に任命された。1790年8月4日の父、フランシス・ノースの死去により、以下の借位を継承した1790年代に、建設されたブルームスベリーのギルフォード・ストリートは、孤児養育院院長だった、ノース教を記念して名付けられた。ロンドンのロード・ノース・ストリートは、 ブレンダン・ブラッケンの主導で20世紀にノース教にちなんで名付けられている。ノース教の妻アン1756年5月20日、アンスピークと結婚、4男3女を設けた。ありがとうございます。